ただ騒いでただけで終わっちゃったんだけど、うん、今週からちゃんとみんなからのハガキ読んでこうね。月曜日はね、みんなを大笑いのロールサンドにしてしまう、うん、美味しいいたずらなんかを紹介する、せーの、大喜利通信。記念すべき一発目のハガキは一番初々しいところで、はい、のりちゃん呼んで。はい、じゃあ行きます。静岡県のペンネームかよばあさんからです。だからばあねえだよね。僕のクラス一部の中で流行っている楽しいいたずらを教えます。よくファミリーレストランに行った時、混んでいると待たされますよね、うん、その時お客様の名前はと聞かれますが、その時わざと芸能人の名前を言うのです。この前10人くらいで行った時、わざと3つのグループになって店に入り、名前を聞かれた時に、植草です、東山です、錦織ですと答えてやりました。ウェイトレスの人もおかしいなと思いながらも文句を言えないので、ちゃんと植草様他3人の方と笑いをこらえながら必死に大声で言っていました。店の中でもえっとかいう声も聞こえました。今度は光源氏の名前でやろうかと思っています。すごいね、これびっくりするね。びっくりするよね。これでさ、普通こう何にもしないでいけば、うん、あ冗談だなってわかるけど、うん、これでさ本当にサングラスかけてさ、下向いてさ、こう斜め上からこう覗いて感じでさ、こう下からこう上目遣いにさ、うん、上草ですかなんか言ったら、ちょっと信じちゃうだろうね。輪郭なんか職員の人でね、わざとさっきやらして、うん、でもなぜ少年隊を最初にやったのだろうかという。あ、10人だから道に分かれれば、そっちはかわいいと思ったんじゃない。オーケーオーケー。ゆこさんはなんかやったことある？私はね、うん、やったことはないけど、私の知ってる人でしたことある人がいたの、うん、あるお店にね、飲み屋さんとか入るでしょ、うん、そういうとこ行くと、その男の人が、うん、松山千春さんにそっくりだったの。私も初めて会った時に、あ、ほんとそっくり、なんでとか思ったのね。喋り方とは全然性格とか違うんだけど、やっぱおとなしくしてれば全然似てるわけ。でね、飲み屋さんとか入っていって、あ、松山千春さんですかとか、おいかなんか言って、サングラスかけると全然わかんないの。目とかやっぱり違うんだけどね。うくらさんなんかパーッとかけちゃうと全然わかんなくて、でね、サインしてくださいってサインしてきて、タダで飲んできちゃったりとかね。うちの学校の隣のクラスに、うん、ゆうこちゃんにそっくりな子がいるの。中学、うん、3年で。あらららら、お会いしたいわ。私の名前を使って、二頭です。うん、誰それって言われて。性格とかはどういう子？性格はいい。あ、そう？私一緒じゃん、それじゃ。じゃあ、全然似てるわね。そっくらひどいんで2回だな、うん、だな、うん、それで今日ハガキが読まれたマンモスラッキーな人には3人のはしたない笑い声がたっぷり詰まったいたずらレモンあげちゃいます。待っててね。今週から新しくこの大ボケ通信始まったんだけどね、ここでもう一度どんなハガキが欲しいかちょっとお知らせします。みんなのお腹を思いっきり痛くするような信じられないような勘違い一発大ドジ、今日紹介したみたいな思わずやってみたくなるようなちょっとしたいたずら、そんなのを募集してるんで、どんどん送ってきてください。宛先は先週までとはちょっと違うんでね、しっかりメモしておかなきゃダメですよ。じゃあ言います。郵便番号 100-87 日本放送お茶目な夜だよいたずらレモン大ボケ通信の係まで。郵便番号をちゃんと書いてくれればね、住所書かなくても届くんで、みんなよろしくね。お茶目な夜だよ、明日もあなたにいたずらレモンあげる。